シュシュシュンです。今日のテーマは10万登録 Q&A コーナーです。イエーイ、やっとこの動画撮れるようになりました。すいません、ちょっとね、本当に何年前10万登録達成したんですけど、じゃじゃーん、ね、無事にいただきましたので、で、本当に Q&A のコーナーが全然、まあもちろんその動画の質問をみんな聞いたんですけど、なかなか取れなかったのは事実で、本当に申し訳ございませんでした。なのに今回は年末で撮った動画の Q&A プラスちょっと質問を100を答えていきたいと思います。イエーイ。もっとね、この動画を見たら、私のことを理解してほしいなっていうこと、プラスちょっとお詫びっていう気持ちもありまして、ぜひ最後まで見てください。はい、じゃあ早速質問を答えていきます。1問目、シュアンがプロデュースするアイドルはどんな路線で行く？そうだね、年末の動画も言ったんですけど、今年の目標はアイドルプロデュースしたいので、まあでもまだ考え中だけど、まあ、かっこいいのもいいですし、正常派もいいよね。まあでも正常派でやっぱり行きたいよね。前私がやってたアイドルグループはちょっとお笑い系だったので、なのでちょっと一回清純派がかっこいい派、清純派がやりたいかもね、どっちが言うとね。じゃあ2問目、シュアンが好きな台湾か日本のアーティストは？大塚愛さんです。本当に学生時代が好きでした。23をインタビューする可能性がある。で、もし23が、まあ、コロナなければね、コロナ回復すれば、で、台湾で発展する可能性あれば、インタビューする可能性はあると思います。アイドルグループ、プロデュースの期待する、何人する予定？そうだね、私が考えるのは、5人か、3人かな。いく先生は日本に帰ってきたし、先生と一緒に動画撮る機会はある、期待。いく先生も、まあ、台湾の YouTuber なんですけど、ちょっとね、最近多分なんか子育て、あと家族のことも大変だと思うんですけど、もちろん、まあ、機会あったらぜひコラボしたいなというのも気持ちがあります。で、コロナ前は1回コラボしたことあるので、ぜひこちら見てください。どのくらい台湾に帰ってない？旧正月は帰ってくる。そうだね、もう本当に2019年からの旧正月帰ってないので、もう2年くらい経ってると思うのね。で、今回の旧正月は帰れませんでした。ちょっとね、隔離は必要なので、それがちょっと隔離がちょっとなんか覚悟はまだできてないんですよね。まあもちろん帰りたいですよ。いつ生配信する？生配信で話したい。はい、私も最近 YouTube で生配信してるので、そうですね、本当に生配信するタイミングはちょっと水曜日か日曜日、動画更新できないの時に配信しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。シュアンが日本の旅は四国と九州だけ制覇してない、調整したい？もちろんです。まあ本当にコロナの時にも行きたかったんだけど、まあコロナもちろん大変だし、なんか交通もすごい不便になるから、コロナの影響でバスとかやってないとか、本当にそれはもう大変だったので、もうちょっと回復したら もちろん挑戦してみたいですね。はい、以上は皆さん募集してた Q&A の質問が、私がちょっと選んで質問を答えてたんだけど、これからは質問100を答えていきたいと思います。はい、スタート。好きなことわざは？ことわざではないけど、自分の幸せが自分でつかみます。第2問、好きな色は？赤です。自分の色に例えるなら紫。アイドルの時に担当色は紫だったから。自分を動物に例えるなら猫。好きな天気？晴れ。音楽何が好き？ J-POP。 好きな花はひまわり。兄弟構成はお兄ちゃん1人いる。何かペットを飼ってる？猫。おしゃれって何？自分流で服を着れること。好きな季節は夏。幽霊見れる？見れない。好きな食べ物はお寿司とスイカ。1ヶ月毎日食べるとしたら何？
たまこ、マジで最近毎日食べてる。どこに住んでるの？東京。好きな動物は猫。好きなお酒は梅酒。恋人いますか？みんなが私の恋人です。魔法が一つ使えるなら空で飛んでみたいです。好きな車は？好きな車、なんか最近自動運転できる車があったので、それがなんか好き好きなブランドは？ブランドそんなに断ってないのでないね。好きな企業は？ソニー。マイブームは何？猫。好きなスポーツは？バスケットボール。生まれ変わったら何になる？猫。特技は演技と歌とダンス、あと日本語。趣味は旅行、食べること、日本のドラマを見ること。チャイムポイントは髪がサラサラ。褒められるところは？明るいところ。身長いくつ？160センチ。体調はどんな？細い。どんな恋愛するの？好きな人と一緒にいられる恋愛荷物は多い？多いです。最近笑ったことは？さっきの質問笑った。最近泣いたことは？ドラマを見ることかな。明日地球が滅亡します。どうする？どうしよう。猫とずっと一緒にいる。好きな鳥は？好きな鳥？特にない。好きな猫の種類は？うちのクナとシナ。種類はないね、ミックス。後悔でする？する。どんな性格なの？明るい、ポジティブ。ポジピース好きな本は？やばい、最近本読んでないな。ない。好きな雑誌は？旅行雑誌。最近のお気に入りは猫です。香水何使ってる？ディオール。好きな模様は？ハート。色黒と色白、どっちが好き？異性。白かな。そういえば性別はどっち？女性です。血液型は B。 蚊に刺されやすい？普通。好きなアイスの種類は？ミントチョコ。星座は何？水瓶座。自分の絵とは言える？言えないね。どんな大人になりたい？みんなに憧れるような女性になりたい。好きな歌手は？大塚愛さん。好きなキャラクターは？クレヨンしんちゃん。黒いメガネしてる？アイドルの時にしてた。ラップでどう思う？曲ノリノリな曲。カラオケで何歌う？大塚愛さん。泣きたい時どうする？我慢。宝物は何？そうですね、アイドル卒業した時にファンからもらったでかいイラストです。好きな漫画はクレヨンしんちゃん。好きなお菓子はチョコ。好きな飲み物はタピオカミルクティー。もし異性に24時間慣れたら何する？女性をナンパしたいどんな悪魔を見たことある？子供の頃よく見てた悪魔。悪魔っていうかな、悪魔悪魔悪魔はバイクで怖い音でなんかシューみたいな音の夢でした。流れ星って見たことある？ぽいなやつ、なんか薄々のやつ見たことあるかも。本当は流れ星かちょっとわかんない。何の仕事してる？ YouTuber。 血液型は何型が好き？ O か B。 好きな数字は？5。あの学生の時5でした。絶対絶命になったことある？ない。誕生日は何するの？やっぱみんなとワイワイしてお祝いしたいな。得意料理は？火鍋。どんな表情が好き？異性。笑う表情が好き。他人に言われてムカつくことは？ あんまりないかもな。どんな泣き方する？自分で隠して泣く。どんな笑い方する？結構爆笑笑い方する。駆け引きで好き？嫌い。森と川どっちが好き？川。山と海どっちが好き？海。無口？おしゃべり。知り合って、まあ、長いならおしゃべり。デートで行きたいこと？遊園地。ツッコミ、ボケ、ボケ。ポジティブ、ネガティブ。ポジピース。どんなファッションする？ちょっと最近やっぱり長いスカートを着るのは多いかな。あとナチュラル。バイクで好き？好き。バイク何乗る？まあ、台湾の普通のバイク乗ってたね。まあ学生の時に、まあ、18歳でバイク乗れるから、高校生の時にバイクで学校行きました。口癖は多分オーマイガーじゃないよく使ってる語尾は？ねえ、友達多い？そんな多くないかも。友達は必要？もちろん必要。一人で生きていける？できない。素直？頑固？どっちでもあるかも。素直と頑固どっちでも。ちょうどいい気温は？25度じゃない。焼き餅焼く？多分めっちゃ焼く。甘えたい？甘えられたい？甘えたい。好きなお笑い芸人さんは？ロンドンプーツ1個2個さんと三四郎さん。外国人になるならどこの国？難しい。アメリカ。その国でどんな人生を送る？ハリウッド俳優わかんない
今の感情を一言表すなら、イエーイ、関西で好き、大好き。はい、以上です。100いきました。皆さんどうですか？なんか気になる質問あるかな？ぜひ皆さんね、感想などコメントしてみてください。では今回の動画は以上になります。ぜひ私の動画好きだったらいいねやコメント、シェア、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。みんなの質問ありがとうね。バイバイ。